すいません、すいません、すいません。おお、いらっしゃいませ。はい、ご神経一名様、はい、何しましょう。何切り替わりや。あ、生くれる。はい、生一丁こだわって、はよ。はい、すいません、お待たせしました、うんうん、生一丁です、はい、うん、臭いなお前、うん、あのありがとうございます。ありがとうございます。せなしに覚えてるやろ。覚えてないか。え、覚えてない。あの本部から来た西村です。あ、すいません。あ、え、うん、一人。お疲れ様です。え、お疲れ。お疲れ。はい、うん、あの一人。はい、今日あの急遽バイトの子が休み取りたいということで、今日一人でやらせてもらってます。あ、そう。はい、剛丸です。あの本部から来てるの分かってるよね。本部から来てるの分かってるよね。今日はまた。いや、プライベートで。あのプライベートじゃないの、これ仕事やから俺、はい、あのいろんな店舗今回ってんねんけど、あの、はい、ここの店舗。あら探しを。あら探しをじゃないね、はい、あら探しちゃうねん。あの今もう夜7時やろ。100おれへんやん。そうっすかね。はい、そうっすかねって言うと分かるやんか、はい、で、あのこの辺店いっぱいやったぞ、人、他の店、お客さん、はい、もう入りきれんばかり入ったけど、ここだけガラガラやないか、お前どうなってんのこれ。いや、ちょっと。いやいや、ちょっとやないねん。ほんで、なんて言うた今、剛丸って。剛丸ですね。あの、うちの店海鮮専門ちゃうからな。うち創作料理やから。何勝手にそんな名札作ってんの。いや、ちょっと覚えてもらいやすいように。いや、こんな狭い店で、その広い店の とこがやることやで。で、何これ、生ビール大好きになりまっことか、こんなん、なんなんこれ。いや、みんなそれぞれ出身地とかそういう感じで、うん、まあ他のバイトのコーラもみんなこうやって、うん、いや、うん、いや、いらんねんけどな、うん、そういうの、うち店、はい、うん、それ見たところで何ってあるやんか、そういうの思えへんか。いや、まあこういう特徴出していかなあかんかなっていうところ。特徴出しすぎやな、ほんで、はい、何それ、ヒゲで。みんなそれぞれインスタもやってるんで、僕らもで、それで、うん、だいたいいねもらったりしてるんで。いいねもらって、お前この状態やな、ね、い。そうね、そうねやるか。何がそうねや、何言ってんねんお前。で、なんでみんなヒゲ生やしとんねんこれ。なあ、女の子雇え言うてるやろ。むさ苦しい男ばっかり雇って。いや、男の客の方が女の、うん、女の客が来るかなと思って、うん、偉そうに言うな、客って。大をつけるお客様って、ね、いや、でもたまたまやと思うんですよ、今日は。何が。たまたまやと思う。金曜日やで今日。はい、なあ、はい、だからいっぱいやんか、ここラジオ、ほんまに。なんかうちのコンセプト分かってる。はい、うちのコンセプトはシンプルイズベスト。はい、それはもう研修の時でも口スパナので言ってるよね。はい、それやのに何なんこれ。こんな大量バターとか誰がこれ飾れ言うの。海鮮ちゃう言うてんの。でも一応、まあ、あの、うん、はい、もええもってお前、あれあかんで、これ、この肉の部位のこの説明のとこ、好きな部位食べてねって、あんな牛言わへんやろ、豚とか。自分食われんねんで。いや、あれでちょっと話でもね、うん、一つの種になったらいいな。どこでもやってるやん、昔に、こういうのは。でこの部位です、どうぞって言われたからって、だから、あの辺かって思って、もう食べた瞬間に忘れてるよ、どの部分かは。うまかったらええねんから、そんな。いや、でもちゃんと名前変えてるので、うん、はい、いや、名前変えてるので、あとあれ、何あれ、あ、野菜のやつ、何あれ。新鮮野菜。うちはあの全部各店舗同じ野菜を仕入れなあかんねんけどな。いや、こうやってる方が、うん、こう新鮮さをアピールできるかなと思ったんで、別に嘘はついてるつもりはないんですけど、うんうんうん、こうやった方がちょっと野菜の新鮮さをアピールできるかなと思った。新鮮さというか、あのほら、野菜をもっと大きく載さない、それやったら。生産者がメインになってるやんか。はい、あ、僕の兄貴です、あれ。あ、そうなんや。はい、熊本で。大変やもんね、今、熊本。いや、違うねん、そうなんですよ。僕はもう間違わなあかんかったんですけど。いや、間違わなあかんかったってあんねん。なこういうのもいらんし、はい、な、はい、で、これ何これ、このサッカー気になってるの、これ。おい、これ、ああ、こっちですか。昨日のチョコとカレーってないのこれ。いや、ちょっとカレー食べたい、カレーでもちょっと食べたいなって、ちょっと多かったら嫌じゃないですか。うん、うん、かといってないっていうのもダメなんで、うん、じゃあチョコとカレー作ろうかって。で、
今日のカレーより昨日のカレーの方が美味しいじゃないですか。だから昨日のってつけてちょこっとカレー、うんうん、はい、最初お母さんの昨日のちょこっとカレーやったんですけどお母さん取りました。それでだいぶ、はい、いや取りましたとかそういう問題はないのよ、はい、勝手なことすな言うてんねん。だからカレーなんか出さんといて。カレーじゃあ頼んでへんねん、はい、頼んでへんねん出さんといてカレーとか。普通お母さんの卵焼きとか。卵焼きあやないやんか卵焼きは。そうですね、卵焼きなかったです。なんかセンサー入ってるのか君はね。はい、お母さんの卵焼きとかおばあちゃんの煮っころがし。おばあちゃんのカレーあそ後半何でか分かんねえからこうこうこう言ってるやんか多分あの再三度お返しですね。やっぱりじゃがいもがね腐りやすいのにじゃがいも入ってるってあの珍しい話なんですよ。採算度外視でやってます。いや度外視じゃない、採算度外視とかそんなこっちが決めるの。本部が君らお客さん集めてあのお店を繁盛させてくれたわけやから、はい、ね、であれもやめて赤字覚悟でやってますよ。いや赤字じゃないんですよ。え赤字じゃない、ちゃんと儲けはあります。でも赤字覚悟でって言った方が いかにもその、うん、いい商品なんだなって思わせる。そのいやだからあのでも、ね、赤字ですよこんな絵の出してたらっていうのを言いたいがためにこの赤字覚悟でやってますっていう。でちょっと斜めにしたらま、うん、っすぐのとこに急に斜めが来たら、うんうん、みんな見るじゃないですか。逆もあるんですけどね、みんな斜めにしてあのこれだけまっすぐっていう、うん、あの戦法もあったんですけど、ね、言いたいことは言いたいことは分かるけど、はいはい、ああいう赤字覚悟で、あと安っぽいのを出さんといてほしいの。うちのいや安っぽくはないですけどね、あのこう分かりやすいと思うんですけどね、こういうふうにした方が。いやちゃうなそれなんか、はい、ほんでなあやめて3位とか半の研修で言うたはずやけど。いやイグジットが来たんでこの間、えで美味しかった言うて、でまたそれもちょっとあのインスタに載せてもらって、はあ、はい、お客さん来たほんでそれで。いやもう来ましたね。 あそう、はい、これほんまにイグジットのサインか。でイグジットおんのかって言って、いやイグジットはいませんけど、うん、サインありますこの間来たんですよロケでみたいな話でちょっとバーッと盛り上がって、いやほんままた次来るわみたいなことで、うん、はい、で来たで次イグジット来るかもしれませんねみたいな話して、うんうんうん、はいね、まあいやで強島ある子はい、それで来てないの。いや来たかどうかちょっと分かんないですね。 バタバタしてたんでその時忙しかったんで。はい、で本人が書くかねポンポンって。いや書いてましたよポンポンって。ほんまか大丈夫か、はい、ものすごい暗かったですけどね2人いやそ全然テレビとは違いましたよ。いやそれみんな違うと思うよ、はい、そういうのは、ええ、うん、これでもまあ激辛ラーメンって何なんこれ爆発ラーメンって何やろ。いやなんか飲んだ後ラーメン食べたくなるじゃないですか、うん、もうそれは分かるけど、はい、それ刺激があった方がちょっと話題になるかなと思って辛さ1倍から10倍まで、うん、はい、やってますけど。いやそんな辛さを変える余裕ないでしょ。うちは乳麺出してるはずや。乳麺はい、ね、乳麺は乳麺で出してます、うん、だからこういうあのラーメンはいらんのよ。こういうことやってもらったら困んのよ、はい、勝手なことばっかり、はい、でしょほんまに。でメニューももっと変えていけ言うてんのにやな、全然変わってへんじゃんな。もうあの白にこの赤の縁取りとかって誰が言うたこれ。いや誰が言うたって全店舗でやってると思いますけどね。やってへんよどこ見てんねん。ほんでそもそも飲食であかんねんとお前ヒゲって。いやでもみんなヒゲ生やしますよ結構。生やしますよと店長が生やしてたお前みんな生やしとるやろそらこれなあ。違うヒゲは剃らなあかんって、やっぱ清潔感やってそれは、はい、うん、いやでも1号店の店長もヒゲ生やしますけどね。いやあんなもん剃らしたよもう。そらほんまですか。剃らせそんなあかんで、うん、お前なその微妙な距離に立つなよお前腹立つなさっきから大事な話してんのに何やこの距離感は。いやもう大丈夫ですかね。え剃るんやったら僕もう剃りますけど。いやいや今やらんでって今やめて、うん、今、うん、でそんなひげ剃りで今これぐらいそれぐらいのひげ剃れへんからチーデフで毛長いのよう絡んでそれではな刈り込み薄いやろそれ。あの薄皮までいってまうやつです。おそう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 みたいな話にな
もういいですか。いやもういいですか。客来るんですよ。あんまりそういうなんかこうちょっとこう 目つきの鋭い人が座られるとなんかみんな警戒しちゃうんで、しかも4人席ですし、どうせ座るんやったらここで座ってゆっくりしてもらった方が。いやいやいや、もう客ももうえらいことなるんで。えらいことなるんでっていつもいっぱい入ってますよみたいな言い方したらあかんわそれ。それあかん。ほんでこれ臭いわこれ。ほんでちゃんとあるホースあるてますよ。え、ホースあるてますよちゃんと。いやホースあるてんのかしらけど、これお前コップ自体がお前臭いんちゃうかこれ。いやコップ自体が言われてもね、いやそこはちょっと大丈夫だと思うんですけど。あの客来るように努力してますか。努力してます。だからもうこれがもう一応ね、こう入ってきた時にこうなんていうか安心感というか、なんか実家に帰ってきたなみたいな。どこがええねんこの雰囲気の。さ漁師で育った人さ、大漁旗見たらそりゃあーと思うけどやなね。じゃなんか目玉商品みたいなのあるのか、やってんのかそういうの。あ、目玉商品あります。やってんの。はい。な何やってんの目玉商品って。うんうん、あの牛の炙り寿司やってます。おうおうおお、はい、まあ、そういうのはええわ。はい、うんうん、まあ、ちょっとそれ1個もらえる。じゃあすみません。はい、うん、はい、うん、1個ちょうだい。あ、言ってもらいます。ちゃんと。え、ちゃんと言ってもらいます。なんともさっききっちりしてもらうからええんちゃう。言うた方がええの。はい、じゃあ牛の炙り寿司ください。はい、牛の炙り寿司ね、こだわって。ちょっと待て。おい、はい、さっきもちらっと何回か聞いたけど、こだわってって何それ。いや、こだわってるからです。そんなこと全面に出さんでええねん。いや、あのどっかの店が、うん、喜んでっていうのやってたんで。ああ、やってるやってる、うん、で、うちもやろうかということで。いや、うちそれやらんといてて。はい、なあ、こだわってって。で、あの、カンタ君が、あのこだわってがいいんじゃないですかって言うから、明日やめますけどって言うから、おい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 って、おい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 、なんでやねん言いながら、うわー言うてみんなで笑うて。笑うてって言うな。笑うてへん、そら笑わねえからこっちは。あの、カンタ君がこだわってにした方がいいんじゃないですか、明日僕やめますけどみたいな、なんでやねんってみんな笑って。笑ってんやろ。で、牛の炙り寿司ができたんですけどね。大丈夫か、カンタ君。いや、だからもうやめたんです。やめたのね。はがしとけよ、すぐやめそうな顔しとるわ。あれ大丈夫か、ゴーテン。あ、ゴーテンさんは。あれ、お前君より先輩やろ。気使うやろ、先輩雇うの。ゴーテンさんは月1来るか来へんかぐらい。金ないね、今日さ、バツさしみたいな感覚でゴーテンさんは来てます。いや、あのね、常連の人そうやってあんまり入れんのやめて、店の中に。いや、常連じゃないですよ、もうずっと昔から手伝ってもらってます。あ、そうなんや、ゴーテンさんは。はい、あ、そう、はい、うん、でもこういうのもいらんねんけどな、スタッフのこんなんやってますって知らんがないう話やがな、客からしたら。あの、うん、もうすぐうっちゅうはあのこう逆にしようかな思ってます、顔をこうどっちが分からんやろみたいなことで、行きましょうよ言うてみんなで笑って。笑ってへんやろ、だからそんなボケ誰が分かんねん。見て、うちさん今入院してますんで。何で入院してんねん。入院してるって、体悪いんやな。はい、何入院してんの。いや、なんか、うん、首のなんか頸椎がなんか大ごとやなそれ。はい、ちょっともう、いや、まさ一応ね、バイトやったってあれやから、もう一応あれや、行っとくわ、病院行くわ、はい、教えて病院。はい、また、うん、はい、行っとくけど、まあこういうのももう剥がしといて。写真剥がしますか。うん、写真剥がしといて。そんなの。あ、分かりました。こんなつけんといて。あと、ほんでトイレとかにポスターとか勝手に貼ってる、貼ってない、後で見るけど大丈夫、あの劇団のポスターとか。いや、あれは常連さんなんで、あの打ち上げもやってくれるので。あ、そう。どうしても貼ってくれということで。インディーズのバンドとか。はい、あんまりベタベタ話してな。ほんで、あのよそのバーのなんか、あの2軒目のバーの名刺とか置くんやめてやかってんの。いや、でもそっちのお客さんこっち流れたり、こっちのお客さんそっち流れたりするんで、ちょっといい効果かなと思いますよ、うん、全然流れてへんけどね。はい、なんか、いや、はいじゃなしにね。そのほな、はよ、ほな、ちょうだい。はい、炙り牛の。はい、炙りだ。すいません。ああ、なるほど。え、おうおうおう、お客さんちょっと離れといて。ちょっと待って、ちょっと商品を見るかな。おお、まあまあ大丈夫やな。はい、うん、
でこれどうするの、これ食べるのか、ほんでお客さんちょっと離れといてくださいね、うん、ね、それ、うん、はい、行きまーす、ファイヤー、おい、やめやめやめ、ほら、はい、何がファイヤーや、こんなん奥でやってこい、奥で、こんな客に見せるもんちゃうねん、何なんこれ、これ、いや、これで一回受けたんで、受けた、はい、誰に受けた、普通にやるよりこうやった方が面白いかなと思いますいや、結局炙るだけやんか、いや炙るだけって言ってもなかなかこれも大変ですけどね。いやこの炙るやつがな、例えばな、こうなって、まあ、仕上がったらこうなるんやったら分かるで、ほんなあ溶接しよったやなって分かるけどやな、なんすかそれ、今のは忘れろ、今のは忘れろ、なんですかそれって、お前偉そうに、いやこれも神田くんが置き土産多いな、神田君、神田君これなんかお父さんが、うん、溶接の工場やってるから、うん、これどうですか言うて、うん、店長言うて、店長やれへんねん、でその店長が俺に報告せなあかんわ、こんなことすんねんやったら、こんなもんなし、はい、こういうのやめて、店のコンセプトと全然違うことやってるからな、すいません、やめて、うん、もう一回も出てませんけどこれ出てへんのかい、置いてるだけであかんやんか、すいません、もう直しとけこれ、はい、うん、直しとけ、ラップして、うん、な、ごめん、サッカー、なんか怒ってる、いや、怒ってます、怒ってますなんで怒るんすか、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ、もう来るな、ガーッと来るな、で、あれ、なんかいくら丼って、あ、いくら丼やります、これは結構盛り上がりますね、え、うまか、お前、はい、いくら、お前、そんな、お前全然違うやん、言うてることと、はい、お待たせしました、はい、こちら、ご飯入ってますね、あ、そうやって出すの、はい、ほんで、うん、いくら少々入ってますけども、まだこっからまだ全然入れていきますので、はい、ここでいいぞと思ったらストップとおっしゃってください、それではいきまーす、あ、言うねんな、うっさ、あいよ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 、ストップが聞こえへんやないか、やめ、おまけですわ、やめ、最後のストップが聞こえへんやないか、お前音うるさすぎて、狭い店だ、広い店でやんねん、こんなんは、もっと勢いのある、それこそ海鮮を扱う店でやんねや、こんな普通の居酒屋でシンプルな店でこんなことすな、なんやお前、大きいボリュームで、ボリュームもちょっと小させえ、せめておいや、やいさーってストップが聞こえてへんやないか、お前、俺のストップが、これはでもちょっと赤字ですけど、あかんやないか、赤字やったら赤字やったらあかんやないか、赤字覚悟のあれじゃないのか、はい、原理では、はい、なあ、なんでそういうところで綺麗にしようとすんの、指拭いて、なんかもうほんやめや、もうこれ全部お前改善や、お前この店舗なあ、強しまる、あっ、ま、つな、ここに置いてもたら大丈夫で、後でやるんで大丈夫そらせんの、そらせんの、お前がやらんかなあ、あのなんか居酒屋の店長が、居酒屋の店長全然気にせんといていつものことやから、こんなそれが嫌味に聞こえんねんなあ、すいません、すいませんやないねんって、だからあのなんで居酒屋の店長がやりそうなことは一丁前にやんねんけども、ただね、聞いてください、この塩だけはこだわってるんですよ、え、塩だけは、これだけはほんとこだわってます、ちょうど、あの塩トルコ岩塩と、まあ普通の塩ですね、ああ、これあの塩コショウで、ああ、これが山椒塩、ああ、これがあの一味ですね、うん、はい、これだけはこだわらせてもてます、もういや、これもこだわる、だって2種類ぐらいでええんちゃうかな、これ何つけんの、これみんな、ほんで、いや、これは違います、あの厨房でやる分ですね、ここではやらないです、え、まかない、いやいや、まかないじゃないです、これはあの、うん、料理作るときこれでやってますっていうだけで、別にこの
客の前では別に。いやこれこそ客の前で見せろよ。これ見せてどうなりますかね。いくらと炙り寿司ほなどうなんねん。逆に聞くけどそれ見せて、あんなことお前裏でやってこいよ。何やなこれ。いや簡単なんですよ、文否定すんのは簡単なんですよ。ぶっちゃけて、ぶっちゃけた話否定すんのはね、もう出てきたもん否定したらいいんですもん。いや違う、逆にそれをどうしようかというのが一番難しい。そこを言うてほしいんですよ、うんうん、それをもう最初から何やこれ、うん、こんなあかんわ、うん、ああだこうだ言われても、うん、そんな僕困りますわ。そんな否定、ずっと否定されても、うん、その大きい声怒らんでやん、はい、別にあの俺も仕事の話、別に悪いことやってると思ってやってないですやん。もしこれでいけたら、うん、いったらどうやろうなっていう、うん、そういうなみんなのアイデアですやん。僕だけじゃないですやん。一人やめてるやんか。みんなのアイデア。いやみんなのアイデアですよ。僕だけじゃないですよ。いやそれ分かんねんけど、はい、うちのその本部が手掛けてるお店のコンセプトと全く違うから。それやったら見に来てくださいよ毎日毎日。え？毎日見に来て言うてくださいよ。それやったらたまに来てそうやって否定しかせえへんから。そんな簡単ですやん。月に1回ぐらい来て否定しだけして帰っていって、で本部に報告するんでしょ。そらそうやするよ、そらするよ。まあまあいけてました、大丈夫でしたみたいな適当なこと言うんでしょ。言わへんよ。言わへんよ、お前ここの店に限っては。ほんだこれ従業員どうしますの。こんな店あかんあかん言って、もし潰れたこれあとの6人どうしてくれますの。みんな掛け持ちでやってんのに、みんな家賃も払えないじゃないですか、午後バイトを辞めさされたら。いやだからバイトはええわいな。だからとりあえず全員にひげ剃らして、うちなんかもう山梨から来てるんですよ電車乗って。なんでや。なんでや。なんで来んねや。カンタ君なんか寿司から来てるんですから。寿司寿司そらやめるわ。うち寿司の近辺も店あんねん。5.3すぐそこのアパートの2階で。ほなお前5点は来たらええやないか。なんで来てんねん、月に1回ぐらいしか来へんねん。来たり来へんかったりって。そこのアパートに住んどんねんやろか。なあ、あ大丈夫なんか、うちぬは。うちぬは、はい、うちぬはもうほぼ毎日来てますね。今日来てんのか。今日はたまたま来てないですけども。何やろ、毎日来てんのに今日はたまたまってどういうことやねん。お前これしっかり本部に報告するからな。郷天さん、僕あの高校生の娘さんがおるんで、はい、そっちとなんかいろいろややこしくて。それ高校生だったら年頃やからな、はい、年頃やからしょうがないけども、まあひげだけ外、まあ、ちゃんとあの後で書類で改めて送るから。はい、わかりました。はい、まあお前しっかり頑張れよ。はい、こだわってさい。それがちょっと郷天さんとこ寄ってもらいます。家見てきてもらいます。どの辺連絡取られへん。角部屋の電気ついてどっか。はい、あ、じゃあ分かった。携帯繋がれへんから心配やから。お、ちょっと見てくるわ。はい、すいません。あ、いいよ。